コーナー、181センチ88.1キログラム、ベリー・ミキー・ライチ。レフリー猪狩選手、ジャッジ島光雄、大森俊則、田畑康夫。判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則29対29、ドロー。ジャッジ島光雄29対29、ドロー。ジャッジ田畑康夫30対29、赤ベリー・ニクラウ。以上の結果をもちまして、両者は引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンド。